ユーストマは、林道家、ユーストマ族の非対関性の多年層もしくは一年層。アメリカ大陸北部からメキシコ北部にかけて2種ある、が分布している。アメリカでは、テキサスブルーベル、チューリップジェンシャン、日本ではトルコギキョウ、リシアンサス、ユーストマなどと呼ばれている。グランディフローラムは花が大きく、丈夫なために品種改良が行われ、現在流通しているものは、 本種のみである。少林性を持つエキゾルタータムを切り花に利用しようとしたこともあったが、花弁が薄く、花痛みしやすいためにほとんど実用化していない。アメリカ合衆国テキサス州周辺が中心で、高地から低地まで広く生息する。乾燥した地域で生育をするが、地下水の高い湿った場所に生える。原種の多くは紫色の花をつけるが、稀に白、ピンク、 木などのものが見出される。高地に生えるものは若干体感性があると考えられるが、ほとんどは一年で固死する。それに対し低地では越冬して何年も生きる個体もあるという。19世紀頃、プラントハンターによってイギリスへ持ち込まれた。当時つけられた学名はリージアンサス・リシアンサスだったが、後にユーストマと改められた。日本へは、 大正から昭和にかけての頃に入ってきたとされている。農家の間で栽培されていたが、あまり出回らなかった。二度にわたる世界大戦によって、数々の園芸植物が失われたが、ユーストマも例外ではなく、海外ではほとんど耐えてしまった。しかし、日本では細々ながら、他国より多く生き残っていたようである。昭和の終わり頃から、品種改良が進み始め、 現在では日本がユーストマの品種改良の中心となり、全体の品種のほとんどが日本産である。近年ではその姿や、花色の豊富さ、花持ちが良いなどから、和洋、観光葬祭問わず、幅広く切り花として利用されるようになっている。和名はトルコギキョウであるが、原産地はトルコではなく、気郷化の植物でもない。由来には花や蕾が、 トルコのターバンに似ているという説や、原種の花の色が多くトルコ意を思わせるという説などがある。また、気境の名は一重先の花が気境に似ていることから名付けられたという。風通しの良い乾燥した空気を好む。また、土壌はある程度安定した湿度を求める。高温、低温にさらされるとロゼット化を起こす。その後、生育適温になると成長を始める。 開花は日長にさほど左右されないが、長日化では促進される。品種改良が他の園芸植物より比較的進んでいないため、栽培品種でもある程度は病害中の耐性があるが、立ち枯れ病には弱い。根からアレロパシー物質を出すと言われている。種は非常に微細なので、破種が難しい。種病会社はコーティング種子を販売しており、これは は種がしやすい。ユーストマは、自家受粉、自食を嫌い、およそ10代目頃にはひどく性質が巨弱になるという。そのため、タバナ受粉でなければ固定化が難しく、品種群の形で固定している。また、交雑一大品種がある。坂田の種、滝種病、三吉などが中心となって様々な品種を、作出している。ABC、プリズムボリューム29。 JA 機能、2020年3月5日閲覧、トルコ企業を行き、ありがとうございます。